別人の顔になった女性、他人の顔を移植して生まれ変わる顔面移植ですが、それによって第二の人生を歩んだ女性がいました。18歳のケイティさんは失恋のショックで自ら命を絶とうとし、銃の引き金を引いたと言います。命は取り留めたものの、彼女の顔はぐちゃぐちゃに。生きていくのも難しい状態ですが、周囲の助けもあり、彼女は顔面移植をして新たな人生のスタートを切ることとなります。彼女に移植されたのは31歳の主婦の顔。31時間にも及ぶ手術の末、無事に成功。今では問題なく物を食べることもできるようですが、一生をかけて拒絶反応を抑える薬を飲み続けないといけません。それでも生きる道を彼女は選んだのです。ちなみにケイティさんは今回の手術によってアメリカ国内で最も若い顔面移植患者になったよう。術後彼女は、たくさんの方が私を助けてくれた、今度は私が人々の助けになりたいと語りました。